はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。はい、本日のテーマです。誰のための小学校受験か。それでは、西荻フレンドリースクール室長の今野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい。まあ、いよいよね、受験を目前に控えて、やっぱり学校選びもそうですし、かなり親御さんもピリピリしてる状況だと思うんですけど、今一度この小学校受験を誰のために何のためにやってるかということをちょっと考えてみることで、親御さんもそうだし、お子さんもちょっと気持ちがね、楽になったりとか考え方が変わったりするかなと思ってテーマに取り上げてみました。そうなんですよね。誰のために受験するかっていうのが、まずそれがじゃあ幼児にでも分かるのだろうかって皆さん不思議に思いますよね。はっきり言って中学受験だって高校受験だって大学受験だってそこまでになっても一体自分は誰のために勉強してるのかっていうことを振り返る時ってないと思うんですよね。だけどそれはね、自分のために受験をしているっていうことがどこの時点で分かっても、それが分かっててることイコール分かることイコール私は成功するんじゃないかと思うんです。あ、じゃあたとえ幼児であってもそれが全く自覚がないまま受験に行くのは非常に危険だと。そうです。だから例えば中学受験なんかですごく思うんですけれども、はい、皆さんやらせたがってると思うんですね、うんうん、でも一番よく分かるのは中学受験なんですよ、うん、誰のために勉強してるか、うん、それが分かった人が御三家に入るんですよ。なるほど。だから例えば、はい、塾に行ったふりをして、うんうん、どっかマークで時間を潰したりとか塾に行きたくないから友達とも遊びの約束をしていったり、すごいとこう仕事をしているご家庭のうちで、まあたまたまね家でしてるご家庭があったんですけれども家で何をしてる？家でお仕事をね、はい、してるご家庭だから、まあ、一応家にいるっていうことなんですよね。親御さんがね、はい、なのにその帰ってこないな帰ってこないなと思うと、思って玄関を見てみるとランドセルがボンと置いてあって本人がいないとかねそれって誰のために勉強しているかっていうことがわからないとそういうことになるんですよね。やらされてるからごまかしてしまう。そうなんですよ。だから何とかやらないで済むんじゃないかとかっていうことなんですけれども、でもやっぱり自分がそういうところに入りたいとか自分でそういうふうに勉強していこうと思ってる人たちは中学受験本当に成功するんですよ。さすがに高校受験になるとだんだん行きたい学校も決まってくるし、まあ、見たも受験するし、まあ、大学になったら自分のやりたいことも見つかる人はちゃんとねそれのために勉強するんですけども、それをだから返してみると実は幼児も同じなんですよね、はい、幼児だからわからないっていうことはないんです。で、うちはもうだいたい年少年中年中の後半ぐらいにはもうこれは自分の誰のために勉強してるのって聞くと、まあだいたいママのためっていうこともよく言うんですよ。ママのためとかねいい学校に入りたいとかね、なんかそのようなことを言うんですよ。だから一番多いのはママのためにしてるとかね、うん、パパのためにしてるとか連れてこられてるからやってるよぐらいの意識なのかな。そうなんですよ ね、だから頑張れないんですよね、うんうん、でうちはもう最初から勉強っていうのはこれは自分のためにやるんだよ、うんうん、ね、自分が楽しい学校に行きたいと思わなければやってもしょうがないけれども、うんうん、楽しい学校行きたいでしょって言うと行きたいと。じゃあそれにはやっぱりきちんとやらなきゃいけないって、誰がやらなきゃいけないのって言ったら自分だって、うん、でじゃあ誰のために勉強するのって自分のために勉強すると、それが分かると本当に自分が来てここでやっぱり頑張って勉強していこうとかやっていこうとか、ちょっと辛いけど我慢してやろうとかってい こう気持ちが湧いてくるんですよね。人のために勉強してるとなかなかそうはいかないですよね。そうですね。はい、だからうちの生徒は古くからいる生徒は誰に聞いても、小学生にうちを卒業した小学生に聞いても、あなたたちは誰のために勉強するのって言ったら、うちの場合はほぼ
100% 自分のためって言いますね。そうですね、はい、ただよそからあの変わってらした方とか、うんうん、そういう方なんかは誰のために勉強してるのって聞くと、ママのためかなとかね、うんうんうん、ババのためかなとかってそういうことをよく言う人は多いですね。そうですね。だからそういう子にはじゃあね他の友達に聞いてごらん、誰のために勉強してるのって言うと、うんうん、まあその子たちを聞きに行ったりするとほぼみんな自分のためって言いますよね。なるほど、うん、あとはあの幼児の場合ですと例えばあの受験をであの合格をいただかないと、まあ、小学校に入れないわけですよね、はい、この試験というものの存在をどうやって認識させればいいんでしょう。なんか、ね、幼児だからそんなの分かるのかなって結構思っちゃうんですけど私はね、うん、子供たちには何て言うかっていうと、はい、ねえみんな楽しい学校に行きたいと思わないって言うとみんなね、うんうんうん、やっぱり楽しい学校に行きたいって言うんですよ、はいね、でも楽しい学校だったらさみんなが行きたいと思わないって言ったら思うって言うんですね、うんうんうん、あんたたちも思うんだからみんな楽しい学校行きたいと思うよね。じゃあそういう人たちがさそのがこの学校に行ったらもしかして楽しいんじゃないかってね思ったらそういう人たちは少ないと思ったら多いと思う、うん、だから試験があるんでしょっつったの。分かりやすい。そう、何人も入れてくれるわけじゃないんだから、うん、それは学校側はねみんな入れたいと思ってるけれどもそんな来た人全員入れられないでしょ、うん、じゃあどうするかって言ったらそれは試験しかない。なるほどね、うん、だから楽しい学校に行きたいと思うんだったらばそれはどうしてもテストがあるんだよって私は教えてますけど、はい、なるほど、そういう伝え方があるんですね、はい、やっぱり大人のその目線とか大人の言葉でいくら説明しても子供にはひら、ね、分からないですもんね、はい、あって10月になったら試験があるんだから、うん、その試験でちゃんとやらないとあなたは学校に入れないのよってこれじゃ実は分からない。そうなんです。だから、うん、うちのフレンドリーの子供たちがほ、まあ、ほぼじゃなくて、まあ、100% みんな決まっていくんですけれども、その要因は何かっていうとそういうことなんですよ、うん、である生徒なんかは有名な私立小学校に行って、はい、で二次試験まであったんですけどそこで二次になった時に帰ってきて、うん、先生こういうおかしな子がいたよこういうことした子がいたよこういうことした子がいたよと言って、ね、そのどんなことをしてるかって例えばここに触っちゃいけませんって言ってるのにね、うんうんうん、みんな寄って触ってるよとか、うんうん、あの覗き込んでる子もいるよとかあのそういうことをすごくあの報告をするっていうことは、はいね、テストをしてるっていう感覚が本人たちがあるってことなんです。これが本番だと分かってるっていうことですね、はいはい、だからそこまでになるためにはやっぱり誰のために勉強してるか、うん、そして楽しい学校に入るためにはね、みんなが楽しい学校行きたいんだからやっぱり試験というものがないとね、あの、分からないでしょって言ってどの子入れていいか、だからテストっていうのは頑張らなきゃいけないんだってあの教えてるので、はい、何人生徒がいても全然平気なんですよ、うちの生徒は。なるほど、そこがこの強さなんですね、の秘訣なんですね。そうです。で、早生まれの子でかつて一人いたんですけど、はい、別に誰も教えたわけじゃないのに、うん、お母さんと手をつないで、まあ、学校の、まあ、前というか結構前になると受験生がこう歩いていきますよね。試験当日の話ですね、はい、早生まれなんですよ、はい、それがパッとお母さんと手を離して、うん、みんなこれは敵だライバルだとかって心の中で言いながらとっ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 と歩いて、はい、それでその学校の門に入っていくという。頼もしいですね。でもできるんですよ、幼児でもそこまで。さすがにその子はどこも落ちなかったですけどね、はあ、強いね。あ、だからそこまでの子を私たちは見たことがあるので、うんうんうん、少なくとも子どもたちには自分が試験を受けるんだよ、自分が試験を受けるんだよっていうことをもう言い続けて私は試験に出しますね、うん、なるほど。幼児だからわからないということはないということですね、はいはい、ありがとうございます。はい、ぜひそういうことを伝えていただけたらばと思います。少しですが、これが、うん、この気持ちになるかならないか、だいぶ違ってくるんですね。それが成功の鍵だと私は思ってます。はい、ありがとうございました。はい、どういたしまして。はいはい、それでは教室からのお知らせです、西荻フレンドリースクールでは、夏秋限定のものですね、小学校受験総合対策講座というものを行っております。年長さんを対象としておりまして、月4回の授業を、自由日程制で取ることができます。
います。例えば連続で、1日2日3日4日のようにね連続して取ることもできますし、毎週火曜日にお願いしますというふうに周知にしてもいいですし、この日とこの日とこの日が空いてますとバラバラに取っていただけても大丈夫と。結構お仕事されてる方もね活用されてますね。そうですね、今月からはもう過去問をやり始めましたので、はい、はい、ぜひご活用ください、はい、でこれ取っていただいた方にはオプションで、正会員の方も利用しておりますお預かり授業や絵画工作クラス、願書添削や面接対策も、特別価格でね利用することができるという内容ですので、まあ、小学校受験まで、やらなければいけないことは一通りしっかりと対策をしましょうということですので、ぜひねご検討いただければと思います。お待ちしております。はい、小学校受験に関する情報メールマガジンでも配信してまいります。無料ですのでぜひご登録ください。子育て幼児教育相談会は平日と土曜日に行っております。遅い時間でもね対応してますので、お仕事をお持ちの方でも、まあ、受験とかも子育てもそうですけど、何かお悩み抱え込まずに由美先生にぜひ相談してみてください。はい、体験授業も受付しております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。問い合わせ先です。03-3390-0750 番、メールアドレスは info@friendly-school.com です。はい、教室では引き続き小学校受験のこと、子育てのこと、また英語教育について、そして海外での教育などいろいろとお話を幅広くしてまいります。よろしければぜひチャンネル登録もお願いいたします。はい、お待ちしております。本日もありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。